店長、今のムラムラ度はどのくらいですか？結構東宝始めて、東宝に気持ちが流されたけど、東宝を始める前は100ムラムラしてたね。この後発散するのかな。いや、店長発散できないからさ、発散されることはないんだ。難しい問題なんだけど、なんだろう、すっきりしたって思ったことないな、船長。ないね、ない。ま、万年って感じ。あ、でも枯れてる時もあるけどね。ストレスで枯れる時もある。何？何の話してんの、ゲマシ。今コメントフード見たら、なんか面言の話してる。何？面言はいいぞって？はぁ。ああ、人間はいいって？ああ。昨日ちょっと、気分がエッチだったから、ちょっとエッチな配信になっちゃったけど。まあ、そういう時もね、あるよね。女の子ですから。って思ったらね、メンバーが連れてる？あら、今メンバー入る君はエロガキなのが確定してるんですけど、いいんですか？エロガキなのがバレちゃってますよ、今入っちゃったら。エロくない人間なんかいない。むっつりかオープンの2択。確かに、エロくない人間なんているの、この世に。確かに。